さっきまでもこちゃん元気そうに遊んでたんですけど、遊び疲れたみたいで自分でサークルに戻っちゃったんですね。もこちゃん遊んでた時にこの蜂割れの中に入ってくつろいでた時があったんですね。ココタンはそれをベッドの上からずっと見てたんですけど、もこちゃんが帰ったらすぐに蜂割れの中に入ってったんですよね。いつももこちゃんが遊んでるものココタンずっと見てるだけかと思いきや、羨ましいのかもしれないですね。だいたいもこちゃんが遊んでるものもこちゃんがいなくなってから遊び始めるんですよね。ポコタン気に入ってるの？そこポコタン、ポコタン全然反応しないね。傘あげる。傘あげる、はい。全然遊ばないね。音鳴るよこれ。もこちゃんが元気すぎてポコタンすごいおとなしい犬に見えるね。おやつあげようか。ダイエット中だけどね。全然出てこないじゃん。犬も人間と一緒で隣の芝生が青く見えるような感じなんですかね。このハチワレ紹介してからそんなにこの中入らなかったんだけど、よっぽど中に入ってるのが羨ましかったのかな。このおやつこれペラペラなのでたくさん食べてるようでそんなに量ないんですよね。ポコタンなんですけど今ダイエットしていて、この間体重測った時に約 100g 減ってたんですけど、ご飯の量自体は前と変わらないというかむしろ若干増えてるんですよね。ただこのあげるおやつの量を極端に減らしましたね。ほとんど今はご飯以外でおやつあげるのってないんじゃないのかな。たまにこうやってあげるぐらいなんですよね。あとはとにかく長距離の散歩で運動をしてるだけなんですけど、それだけでも結構体重って下がるんですね。もこちゃん少し寝たらまた出てくると思うので、それまでつかの間のひとときだねポコタン。ずっとこの中でくつろいでるもこちゃん見て羨ましそうだったもんね。そういえばポコタン一人でお留守番してるときこのハチワレすごい攻撃してるんですよ。今これ綺麗になってますけど、いつも帰ってくるとこのハチワレがこんな感じになってたりとか、こっちがこんなになってたりとか、形が変形してるんですよね。どうやら思いっきり蹴っ飛ばしたり鼻でツンツンしたりしてるみたいですね。はい、というわけでもこちゃんが起きたら賑やかになると思うので、それまでポコタンにくつろいでもらいたいと思います。やっと気づいたかな。実はこの傘ノーズワークなんですよ。気づいたっぽいね。今ポコタンが噛んでるところにおやつが入ってるんですよね。ちょっと気づくのに時間がかかったねポコタン。お、食べた？食べた？お、食べた。はい、ここノーズワークになってるんです。あ、まだ入ってたか。2個入れたけど全部食べたわけじゃなかったらしい。